もハピネスタークのハピネスですワンフレーム、えー、ザリマンの天使のねクエストやっていきたいと思いまーすいやついに実装されたザリマンの天使結構グロテスクだよね前から思ってたんだけどその発表の時からこの感じ <laughs> まあこれでねザリマン戦のことについて語っていくんだろうからじゃあ早速始めていきましょうおーシネマティックだね これ何が出てくることやら的なねまあ分かりきってはいるんだと思うんだけど結構闇だな <laughs> なんかボイドにしては明るくないって感じだなこれボイドでしょおーなんかタイトルが出てきそうだなウォーフレームみたいなロゴが出てきそうな勢いこれ何ででも出てきたんだろうねおおおすげえ出てきた そうこれね急だよねその新たな対戦のセンティエントとの戦いが終えた後こんな感じで出てきたみたいなね力強いおおいいねおっ何この作戦会議集すごい自分でこの新たな対戦の時に選んだまんまなんだね なるほどなるほどなんかここに来てなぜかみたいな導かれてんだなるほどね なんか新たな対戦の最後の展開も受け継いでって感じだよね多分まあそうだよねまあ全てのオペレーターの全ての発祥の地みたいな感じだけどロータスに追われたら行くしかないみたいなねなんかさほんとマジで新章って感じだよね歌声の元を探すなるほどいや本当になんかここからまただから伏線ばかりだと思ってる <laughs> このミッションはさてえっと違う違う違うあーなるほどこの船めっちゃかっこいいよなガレオン船がなんか左の下にあるけどあグリニアだったね今的ねまあいいかとりあえず行ってみようおおなんか <laughs> こうやってみると <laughs> でかいなあ,あ勢力グリニア グリニアなんだ新たな敵って感じじゃないんだねまあそういうなんか敵ユニットの発表とかはなかったもんねただなんかオーバーガードとかどんな感じなのかが分かんないからおおあーなるほどね連中も来てもうキャンプしてんじゃん通信ができない感じかちょっと今クリエイターモードあの解除しました変わるあ変わったね OKOKOK うん なんかお前はちょっと特別なんだからわかるぜみたいな全然わかんないんだけど <laughs> 観光だよもうほんとあどうもこんにちは観光してますあネクロメーカー呼べないとまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどなんかいるんだ <laughs> これ連中がいるっていうねすでにあーなるほど育成込みのガルーダプライムで来てるけど大丈夫かなまあいいやガスガス行きましょう レベル40代だけどそんな強くないからいいねうんオオッケーッケーオッケー,ッケー,ッケー面白いオペレーターもさこんな感じでスリングからのボイドスリングだよねからの新素材いいですねいろいろと変わってるから面白いねはい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 なるほどねまあそれはそうだなオペレーター <laughs> 破壊した方がいい <laughs> まあそうだねグリニアの手に落ちるぐらいならね落とした方がいいみたいな感じだよね ななるほどなんかすごいなマトリックス思い出すなおおもう着いたはいああ排他的だなあ結構なんか知ってる素材もあるんだね合金板とかフェライトとかえアビリティが使えない何でこっなんかうわビビった何だーレディークアリドライブからレディークアリドライブってあのレールジャック動かしてるとかってやつだよね なるほどフレームは使っちゃ名誉のところねまあ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 、まあ、し新しくなったオペレーターでいきましょうかなんかグリニアとかめっちゃ死んでんな <laughs> ギャ何の声獣的なんあーこれは何だろうね <laughs> いやーこれを勝てるんですかオペレーターだけで勝てるシステムですか どういういこと <laughs> また始まるいつものどういうことウォーフレームは、まあ、いつもどういうことだからな展開が早 <laughs> この空気どうしてくれるんだ誰 <laughs> <laughs> 敵なのか味方さえも分かんないけど敵だったら怖いなこの前う違うこのような里帰りは我々は望んでいなかったお帰りなさいと言うべきだろう あー、なお、クイーン、クイーンという、我々はホールドファストがザリマンの最後のせいあ,あ、そうなのほんとかよ。そんなまさかクルーは全員死んだはずだ。まあ、ボイドをなせる技かなボイドは想像する。人は空白のキャンバスに変わりない。少し前までは5人だったのだがな。5人いなかった今。4人か。かわいそうなキラ、キラ、歌声が彼女の精神をすりおろし。声を上げたら最後、今は見る影もない。 お、待て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 。じゃあさっき見たのはキラだったものだ我々も断念すればああなる定めだあ、あれは元この人型だったってことか他も我々と変わりなかっただがあれの汚れたレリクワリから流れたものを飲み虚無の世界へ叫ぶ存在となってしまったあーなるほどね変貌しちゃうんだザリマンを救わなければならない救う墓地みたいなものだおい故郷 ザリマンは苦しんでいるしかしあなたが共にいてくれれば迫る脅威に立ち向かえる希望となってしまったまたグリニアなどの侵略者から彼女を守らなくては準備が整ったら下のデッキで待っているなるほどすでにボイドカスケードによってあなたが現実と認識しているものが崩れかけているどういうことかっこいい <laughs> ゴーストだなまるで <laughs> 幽霊戦だもんな言うたらねなんかいろいろあるねなんかちょっと気になるんだけど天員もでもこれ装飾見ちゃうんだよなあーんあー俺のはい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 あーよかった持ってきてくれたんだねなるほどじゃあさっきのと戦いつつグリニアとも戦おうよっていうそういうことかいろんなオブジェあるなーこれいいなーここい我が家でしょ新しい我が家のやつ新しく実装されたねいいねーここ普通に あのー、デブストンの時も言ったんだけどマジ普通に住みたいわここなんか博物館みたいな感じだよねここ、うん、下は降りられないは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 いじゃあ指示に従っていくって感じだねお若いの私はホム・バスククイーンも悪気はないんだでもこれももう確定事項だ 私らは飢えているんだだののよううにもう時間の問題だああもうすぐああなってしまうからっていうねそれも食い止めてほしいとかまあいろいろとお前が来てくれれば一石三鳥四鳥もしかしたら一石五鳥かもよみたいなそういうことかすげえななんかマジででかい施設だもんね本当に一部に過ぎないみたいなあの船のどの部分にいるのかも分かんねえわ自分今これはとりあえずいいのかなうわすごいな一石っぽー やば緑豊かじゃあこれだザリマンナビゲーションうんーととりあえずまあいいのかなグリニアが損傷したレリクアリドライブを再起動した際ボイド線のしかあ,あん彼らをスラックスと呼んでいるなんかいるんだ彼らはエクソライザーを攻撃し憑依しエクソライザーの浄化機能を はあ、ちょっとなんか編集時にゆっくり読もうかなって思うんだけどこれミッションの説明だったらちょっと絶望的だなルール全然把握してないよ俺今 <laughs> エクソライザーを浄化するまあとりあえず指示に従ってれば間違いないよねこれはオペレーターのみなんとこかこれ攻撃すんのかボイドがエクソライザーを取り込もうとしているおおなるほどえー、っとあーなんか吸い取ってるってことねこれ,これは破壊しても意味ないのか これじゃあボイああなるほどね穴を塞げと先にはい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 この指示を出してくれてもいいよねまずはこれを攻撃しましょう的なやって覚えろ感のいつものオーフレームこれはああなるほどあれを塞いでなあれすんだなんかちょっと待ってこいつはなんか新エネミみたいなやつだよねなんか倒した後取り付くやつでしょでその前に倒しましょうみたいなデブストーーに出てきたやつ こいつオーバーガード持ってんだってことはえー、と、CC が効かないちょって待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 ってんかいろいろ喋ってたけど重要なことだったら聞き逃してる置いて見える大きいし祖先みたいなあー、どうやって倒すんだみたいなねうわー待ってなんだちょっと待ったあーなるほど時間制限があるのかある意味のなるほどねさっさと倒さないといけないってことねなるほどなるほどはいはいはいちょ,ちょっと待っていつものようにできないかもしれないこれ忙しすぎて なるほどね早くしないと複数出てきちゃうからどん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 やればいいんだでもこれこいつを倒した後はど,どうしてればいいんだろう迫り来る敵を倒してればあれできんのかなあなんか吸い取ってるなちょっと待って先にこいつを仕留めよう邪魔 OK でこれで普通にオペレーターかああなるほどねこれあれだねフォークスティーハイン入んだねすげえわ便利じゃん じゃあこれで、ねえー、向こうのは1個オッケーだから次こいつを倒せばいいってことだね <laughs> 忙しすぎませんか <laughs> これ大変なんだけどこいつすげえ寄ってくるしオッケーオッケーオッケー違う未来があったのだろうかあーなるほどねまあ何ちょっと待って色々いろいろこりすぎててクリンさんどうした汚染が。 あ,あもう間近に迫ってきているとこれはどうしたらあれなんだなんか吸い取ってたから敵倒したらいいのかなあのダイモスにもあったじゃんなんか園内で敵を倒すとどんどん吸い取ってくれてみたいなあれまたかこれちょっと待っていやマジで忙しいないっぺんにいろいろやらせんなって感じがするああなるほどね取られたらよくないんだでもさこれなんかまた出てきたやつさ今オーバーガードないよね OK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  ないんだったら余裕だわご利用して倒してこうオーケー,オー,ケーこれフォーカス稼ぎいいね <laughs> あなんか使用済みエクストラインザーこれは合ってんだよね使用済みって出んのはオーケーオーケー,オー,ケー,オー,ケーいいよこれさなんか違うパターンのやつもいいのねこれ超邪魔だわえー、っとうわまた来たあーなるほどこいつはオーバーガードがあるのねオーバーガードはんかボイドダメージの方が破りやすいっていのはあるけど 一応それで攻撃しててみようか。これまた吸われるか。いやなんかちょ敵がいすぎてドイツ先に倒したらいいのが全部優先度が高すぎて倒せるか。よし。違う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 。オッケー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 ,ッケー。<laughs> 慌てるわこれ。なんなんてなるわ。忙しいなこのミッション。このカスケードを防衛するのかな。そのミッションが非常に大変。 オッケーよし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 ああ<ー>疲れるわー <laughs> これ最初のミッションだよね OK まあとりあえずミッション完了になったねオッケーいやまあ慣れたらどうってことないんだとは思うんだけどうんでおおなんか広場みたいなどこ出てきたおおあーいいねすごいなんかここはロビーなのかなここのエリアでいうところの ななるほどなるほほどどお人がいる <laughs> おなんかあれどこだうんあーまあまああとでいいかとりあえず鍵マークのとこ行きましょうおおびっくりした <laughs> 今一瞬喋んなかったがザニマンはあなたのものなのだあなたが継承し守る義務があるそんな急に現れて義務や責任を恐れていない強い子だねでもここは負の感情がこもった悪質な場所だそれな そんな俺にみたいな用事が済んだら帰らせてもらう長い間したくないみたいな <laughs> なんだななってたのあなんだなんだなんだボイドフラットだ,ットだ地球フロアへえーとななアルケメディスンタが案内する誰<の>おこれはまた精力的な魅力的か入れああそうだわ説明が必要なのよね全部ね 意識ととボイドがつながるる作り出されるの例としては私ねあなたはほど素敵ではないけどあんたがやってるってことこれ <laughs> よろしいか偽伝の具現化ならテンポラルアクシウムで習ったよだからさボイドってさその意識とつながるとなんか具現化するとか厄介すぎない何でも出てくるよねそう考えるとキラー・クレルを天使と呼んでいた天使さっきのなんかでかいやつかなはい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  ああそうなってしまうからっていうね問いかけに応じて目覚めたしかし我々は彼らと違うだから戦うとして倒れるのはごめんだそうだろうなんか負けず嫌いですねーああなんかバフアイコンとかかってんだけど読みづらいああなるほどねはいはいはいえー、っとダメー あーまあとりあえずあれかこれはちょっとデブストで見たからあれなんだよ <laughs> いやなんとなく内容は分かってるんだ <laughs> なんかそと弾を集めて補充しましょうってやつだよねだからこのケースに貯めていくんだよねなんか敵ダンしても出てたな今あのでかいの欲しいな取れるかよしオッケー これちょっとさなんかいろんなエクシバスが出てきてこいつらの対応もしなきゃいけないし新ミッションにも対応しなきゃいけないし超忙しいね合ってるこれ <laughs> なんか音がやべえ合ってるねオッケー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 ,オッケーうわちょっとなんかいた中から出てきてるとかじゃないよねオッケー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 よしうわめ結構いるな敵ちょあの30%とかなんか溜まってるのはあれなんだよね溜まっちゃうとよくないんだよね急ごう急ごうこれねちょ,いちょいちょいちょい補充すれば オオッッケーオッケー行ったよし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 あパーセンテージも下がったねオッケーこの状態でああ次 B あそこだねでまた弾集めてるのこれ繰り返しか分かりやすいでかいの拾いたいけどでかいのってどこにあるんだそこら中にあるわけじゃないのかな OK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  ああなんかでもキラへの思い入れが強いねああちょっと読みたいんだけどな読みたいんだけど それどころじゃないぐらい敵が出てきやがりますまあそうねあのー、ザニマンはねその事故がね起こらなければそれはそれでいい運命を辿ってたんじゃないかっていうねそういうのもあるよねどんな深い暗闇が待っているようと我々は居場所をその先で待っている、うんそう本当にああなるほどね ザリマンの事故が起こらなければ乗ってる人はね希望があったとこれちょっとストーリーもちゃんとしたいよね理解していきたいよねまだ振りの段階だろうからエリクアリドライブへ急ごう今ちょこれ終わってからでいいんだけど <laughs> ま,まずこれが終わってからだよねいっぺんにさすがにやらせないよね今日確かなあんだら大丈夫クインさん限界もうもう無理もう我慢できない 待ってよちょっと待ってうわなんだこいつこれエクシマスがちょっと厄介すぎんかマジでいやーめんどくせえ。これオペレーターを出さなきゃいけないタイミングを強制的になんか指示されてる感じがしてすっげー今までと比べるとやりづらいわあいつを捜せばいいオッケーオッケーまあ慣れなんだろうけど本当にこの辺もあーなるほどね消えたうわーなに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 磁気ダメージめんどくさすぎだよ あぶねー今オペレーターであちょっと違えわこれ直来水食らったんかなんかすごい面倒くさい敵多くないですか <laughs> <laughs> オッケーオッケーオッケーいったねーギリー結構あれオペレーターのアンプは飛距離があるから船も救われて,われて <laughs> はいはいはいあーなるほどもうオッケーってことねなんかわいいもいるいやーちょっとなんかこの1ミッション終わった後の あーって感じが4分しかやってないんだよミッション4分カロリー消費でかいもう時間がない無能なグリニアどもがリリクアリドライブのシールドを解除している飢えた天使たちが向かっている自分がクリニアを止めるキラモ本当に行くのだね了解したかキャバレロがこの船にある古い防衛展開なんとかをきっと役に立つだろうあーなるほどなんか守りながらなんかするんだね オーケー結構テンポあるね <laughs> あボリュームボリュームあるね結果は一つずつに一つ我々が死ぬか変わるのか我々がいなくなってもザリマンは任せたぞ遺言残しやがったザリマンを守るあなたがしたように約束するなるほどお前がいなくなっても俺がお前を倒すと <laughs> ご利用しだねオッケーオッケーオッケー行きましょうかまた新しいミッションだよね チュートリアルみたいな感じだよね全体的にああこの人がねえー、っと祝祭用武器しかザリマンに積まなかったレリクアリドライブを守るためにああなるほどそれがなくなるとこのザリマンも落ちるってことだもんなエクソダンパーダンパーダンパーかな レリヘリ兵装を守るんだ何これなんか動かせそうアルゴゼン展開ちょっと待って待って俺俺置いてくな何なんだすごいなテンポがやばい、ま、ちょっと落ち着いてやればいいんだろうけど立ち止まって次から次へと何これはあこれレリクアリドライブですねはいはいはいあれだよねあのー、レールジャックもあれで動いてんだよね指でしょあれ そうレールジャックも指で動いてくからねまあ新たな対戦でその伏線はなんとなくあったみたいだけどこれは守るんだよね破壊対象じゃないよねさすがになんかあの箱から出てきたやつをどうか使うんだよねわかんねえ説明聞いててもこれ <laughs> ちょっと行ってみよう行こう行って現場を見て確認しようあーなるほどはい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 、はい、これで装置を展開していくんだ面白いねボー 1>, 1個しかできないけど大丈夫だったの今やるじゃねえか慣れてきたてよとないや全然分かってないけどなるほどねあーんでいやでもさちょっと待って待って待ってこのエターナルレリックってさここに来ないわけ敵はエクソダンパー防衛 A こっちなの大丈夫なのどっちも狙われるみたいなのはないってことえでも兵装が1個なんだけど 何戦闘が始まったらアルゴ前展開っつってあなるほどねあの箱からまた抽出して並走を増やそうとなるほどこれ1人でやるミッションじゃないんじゃないか <laughs> いやそんな気がするんですけどソロミッションじゃないだろこれやばいやばいであの A ポイントをこう囲うようにして並走を展開していれば、まあ、なんとか守れるよっていうことだよね要するには。 いや、だってさ、これさ並走を置いたとこから敵がクリアいいけどさそうじゃないとこからも来る可能性びっくりしたーあるわけでしょオッケーオッケーオッケー,オッケーとりあえず全滅させないんだよねやばいなこれむしろなんかあれを鎌倉貼れないとダメなんじゃないこれまあ色々兵装あるんだねはいはいはいタレットこれもタレットこれミサイルランチャーだって普通そうじゃない これ2分っていうのは時間だよねこれが起動してる時間だよねうんうん投資すれば即座に起動だもんねオッケーであとは敵を来るのを待つという感じだねんちょっと待ってダメージ受けてる B が B がダメージ受けるおいわかんねえ <laughs> ちょっと待って俺が俺が把握してないだけなのは分かってんだけどこれはちょっと待って <laughs> 大丈夫かもう半分ぐらい削られてんなちょ急いで変装展開していや これななな手動展開なのかなー全部ケー補充してとりあえず補充しながら敵を倒しつつオッケーこれで大丈夫よしよしよしじゃあちょっと兵装展開しとくかよしよし、まあ、最初は1個とかなんだよねで A なんですねはいはいはい分かりました、えー、今来たばっかな気もしますけれどもこれ忙しいねでも 繰り返しやって敵からもこのアルゴゼンとかいうのが出てるからそれで補充しながらちょっとずつちょっとずつ兵装を増やしていって守ろうねってことなんだねいやこれ間に合わなかったら最悪だぞボコボコにされるねやっぱでも何と、うん、なく複数人でやるようなミッションな気がするそれか範囲殲滅のフレーム持ってるか、まあ、間違いなく俺の今使ってるガルーダ向きではないのは確かうん4番あるとはいえね OK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  これ無防備だからなー向こうもあの防衛対象もそうだ近く寄られたら本当危ねえ OK 全滅したこれ全員倒したっぽいよねおいド天使が具現化よキラもうオーバス来たかキラン頼む彼女を止めるんだやらなければなんかめっちゃダメージ受けてるけど誰と戦ってんだグリニアかあーなるほど変装がダメージを与えてたんだねこんな感じで なるほどじゃあ、変装を展開しながら戦うと結構楽に倒せるとか、そんな感じ無敵になったどういったなるほどそういうことかあ、でも結構脆いわそのまま行けそうオッケーオッケーオッケー、倒したおーなんだこれこわキラーを攻撃しても無駄やるならなら、追いかけっこうなるほど入れるんだ うわなんだここあれだあれが本物のキラあなるほど内側にいるんだ今はなるほどねなるほどなるほどこれだからテラリストみたいにオペレーターのアンプじゃないと攻撃受けないよってことかこれここでやられたらどうなるんだ戻すおい出すあーやばいどうなるああなるほどね OK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  で多分その下の緑色のゲージが溜まるまでになんとかしなきゃいけないってことだよね あれ,なんだあれは攻撃すなの<ん>空中でタップ長押しでボイドスリングを行いオーブをつおり抜けるそんなああちょっと待って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 落ちる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 ,落ちるなんだ <laughs> ちょっと待ってなんか全部がゴテゴテに回ってる気がするけど OK まあでもこれ多分やられるうんですよね <laughs> ゲージが足りなかった <laughs> ボイドモードになりすぎた無駄なとこでなるほどねでオー オーブはもういいのかな,なんかオーブが出てきたらすり抜けてっていうことかオッケーオッケーじゃあまあとりあえずなんか大丈夫そうなんでどんどん攻撃しましょうこれいけるかな回復待ってからのちょっと慌ててる俺よしオッケーおお落ちてった落ちてった打点使的なね <laughs> でまたヘルスはああなるほどね あもうクイーンが限界に達してるこの後クイーンが出てくるのかなじゃあクイーンさん <laughs> なんか申し訳ないねこっちが間に合わなくて天使,天使になったら天使だよねキラさんが呼んだんでしょ天使を天使ってねなんかウォーフレーム変換の天使がこんな感じだよねあれば大丈夫じゃないね OKOKOK、まあ、何してこようかちょっとこっちは勝てる感すごいんで今 OK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  <laughs> んか若干回復してないかあいつなるほど自動回復を覚えるんだな結構状態以上入るね感染ダメージも入ってるしあただスタックは4までっていうねはい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 まあでもこういっていろいろとなんかその状態以上を加えてからの方が戦いやすいかもね OK よ結構冷静よ OKOK サクサク減ってるこのまま削り倒したいああまたそれか それは上から降ってくるやつだよね。どちょ、あぶねなるほど。あれ、引っ掛けてくんだ。一応、逃げ切れるけど、鈍速化すんだね。おー、やった。倒した、倒した。オッケー、オッケー。クイーンさん、ダメだったボイドプルームクイール。おー、これで、ね、姉さんとも連絡もついて。おー、あいつからしか出ないアイテムってことかな。ただの幽霊さ。 今日はみんなの負け試合だ勝っただろうよしオッケーオッケーこんな感じだねいやあス戦でしたねこれはクイーンさんは大丈夫だったんだろうかなんか連絡しても連絡がつかないみたいになってたけどこれなんか重要そうなアイテムだねさてお人がいるこれはまだ慣れないわねああこれがさっきの人かヨンティかうんなるほどね あーなるほどお前さっきいなかったけど声聞こえたっぽい気がしたけど気のせいか <laughs> あ無事クイーンあなたはクイーンのままだ我々は変わったのだ確かに力を吸収したしかし違う源元からボイドに奇跡を起こせるのはレリックアリだけではないそれは気づいているのでしょう気になっていたのですがあなたはどれだけ輝いているかご存知ですげえ無事そう よかったわ。安心安心。なんか違うように生まれ変わったんだね。いいものを吸ったんだね。善玉菌吸ったみたいな感じかな。ここでの出来事は忘れられない。だからこそ忘れてはならない。キラーを忘れ,な忘れなかったように。この公園にもお気に入りの場所があった。うーん。キラーのかな記念碑を置くには持ってこいだから。あーあ、なるほど。今日という日を記念してみたいなね。なるほどね。 向こう行けばいいおお正座してるおおんかこれが記念碑かなおおんか弔いな感じがするねおーキラを弔いつつザリマンに乗ってた人たちを弔いつつみたいなそんな感じあこれでクリアなんだ へー受け継がれたザリマンの思いは守られましたホールドファストに守られたザリマンはボイドへの橋でありダムでありそしてまだ来ぬ脅威に対抗するための要塞 <laughs> これからの伏線じゃん完全にこの説明文がボイドプルームピニオンなるほどねこれをゲットしたんだねさっき手に入れたのとはまたちょっと違うやつだねおおこれがまた新たな序章だねおおすげえおあちょっと乗っちゃった <laughs> なんかちょっとお墓な感じがするからさ記念碑と言いつつうん <laughs> 踏みつけるのがちょっとはばかられるああすごいねいろいろとあるねお花とか綺麗だね素直に言って残ってくれて安心したここクリスタリスは本来戦役だったうん今は軍事会議室に変わりないがグリニア兵コーパス隊コブスもいるのねそして何よりボイドの天使と日々戦っているキラみたいなやつね かつて家と呼んでいた状態に戻すまでには長い過酷な戦いが待っている、うん、あなたの権力は存分に能力か使わせていただく依頼を受ける準備があーなるほどこの人が依頼の人なんだなるほどねわかりましたおおはいはいなるほどチームもできるんだね昇格とかができるってことだよね俺はお前の達人になるためにここにいるんじゃない正直なぜここにいるかわからないはいパンチが強いねこの人ねだが守ってやるよ これか元は博物館に展示するためのブツだあれが例の新化武器ってやつか黄金の祝祭用だがなんだか知らねえが今はただ本物の兵器だボイドにおおボイドのなせる技ただの装飾品じゃないガラクタでもない殺すための道具だいいななるほどねはいはいはいああなるほどここでじゃあそれが買えるってことかああなるほど設計図かねいろいろアルケインとかもあるんだねなるほどねじゃあ昇格して買いましょうよってことだ 聞かれる前に言っておくけど無理よ船は動かせないからいるかどうかも分からない何かがあるブックと幕を突き破って今のザリマンはその穴の線となっているのよこれを引き抜いたらボイドストームがここから水星まで発生するわよそれは魅力的でしょうね忘れられないほどの恐ろしさになるなら緩和9代ねはい私の興味を引けそうなものがあったらどうか持ってきてちょうだい以上学校の先生みたい助教師みたいな人 4t なるほどね はいはい、はい、あーなるほどこれはだからおばあちゃんみたいな感じだあーなるほどダイモスとね <Hey. Welcome. S 1> いやよく来たねタウンにたどり着いたら農業開拓の担当になる予定だったんだあみんなが新しいスタートを切れるように必要な資材を集めたり揃えたり分かるだろまあどなたか知っての通りさそうねでも生き残りがこんなにいるってすごいよね目標を高く打ち上げてれ枝めに着陸しちゃうさだから生きていた彼の 頃のの女をを記念してて今はこうみんなのするる手伝っているあーじゃあこれちょっと装飾品関連の人かなそうなると <laughs> なんかそんな気がするあーやっぱねうんなるほどなるほどやっぱ人,人としての文化ではねこういうのも必要だよというね殺風景じゃあれでしょってまあいろいろとこれ昇格してからだなでここがその基地か部屋か基地というより自分の個人部屋だね新しいおーいいね なるほどここに装飾品をいっぱい置いて遊べるよとそうこれドア閉められるんだよねなんでこんなとこにいんの <laughs> かわいそうなんで外なの家の中に入れてあげたいんだけどあーここでミッション受けられるんだなるほどこうやっていっぱいねあるんだね新しい新ミッションからねまあチュートリアル挟んだもんねさっきのクエストはね まあそんな感じでいろいろと新要素え追加されてね、これからどんどん生配信やらえ実況動画やらでやっていくと思いますが、またね、新しい更新を楽しみにしていただければと思います。ザリマンの天使序章が始まったということで、今後の展開も楽しみでございます。そんな感じでお送りしたのはね、ハピネスダークのハッピネスでした。また別の動画でもお会いしましょう。バイバイ